アメリカ陸軍兵器博物館で展示されるセモベンテ90-53セモベンテ90-53またはセモベンテ M41M は第二次世界大戦中にイタリア陸軍が開発した対戦車自走砲であるセモベンテ90-53の開発は1941年に開始されたこの年の6月にバルバロッサ作戦が発動し 独ソ戦が開始されるとムッソリーには東部戦線にイタリアロシア戦域軍を派遣した。イタリア軍から、初戦から優位に戦いを進めるものの対戦車火力が欠乏しており、自身の保有する多目的 47mm 砲や、これを搭載した戦車ではソ連が保有する T-34 やキロボルト -1 といった中戦車、重戦車に、 有効な打撃を与えられないと考えられていた。そこで、イタリア陸軍では強力な90-53降射砲を搭載した強力な対戦車自走砲の開発を決定した。90-53は、合計9 0トル砲身長53合計の降射砲であり、しばしばドイツの8 8トル降射砲と比較される優れた砲である。 この砲の初速は8 8トル後射砲よりわずかに速く、鉄鋼弾を使用した場合距離4 6 0ルで1 4 3ト、mm、ルの走行を貫徹することが可能であり、当時の連合軍戦車でこれに対抗できるものはほとんど存在しなかった。セモベンテ90-53の外見は第二次世界大戦に投入された多くの自走砲と同じである。砲は、 オープントップ式に搭載され、敵弾や砲弾の破片から砲の操作要因を守るのは砲前面の大型の棒立てのみである。開発時の想定ではこの車両は砲の威力を活かして、敵戦車の射程外である2000メートルほどの遠距離から攻撃するものとされており、防御に関しては問題ないと考えられていた。車台には M14-41 中戦車が用いられたが、 足回りの配置は変更されていた。大型の9 0トル後車砲を乗せるために、エンジンは車体中央に移されており、砲は車体後部に搭載された。砲弾の搭載数には問題があった。セモベンテ90-53自体にはスペースの余裕がなく、わずかに6発の9 0ト、mm、ル砲弾が搭載できるだけであった。そこで L6、L 40軽戦車を改造した弾薬運搬車が開発された。弾薬運搬車は26発の砲弾を搭載可能であり、また弾薬運搬用のトレーラーを牽引することも可能であった。このトレーラーには40発の砲弾が搭載可能であった。開発は1942年に完了し、4月に正式化された。生産はフィアットアンサルド社で行われ、 1943年9月の9戦までに48両が完成したとされる。東部戦線での状況を受けて開発されたセモベンテ90-53だが、実際は東部戦線に送られず、シチリア島の戦い及びイタリア戦線で使用された。本社は、その長射程と高い破壊力を活かして、有効な防御戦力として各地で戦闘を繰り広げたが、 やはり数が少なかった。イタリア休戦後に生き残った車両の一部は、ドイツ軍でも使用された。対戦末期の北部イタリアの山岳地帯においては、長射程の自走砲として運用された。対戦中に、アメリカ軍によって捕獲された車両がアバディーンにある、アメリカ陸軍兵器博物館にて展示されている。第二次世界大戦を通じ、セモベンテ90-53は、 イタリアが開発した中で最良の対戦車車両であると評価されている。ありがとうございます。